まあ、本当彼女次第なんですけど、はい、まあ、時短とかでもし可能だったらタイミングとかついた、あの、あった、OK、やるしか、あ、登んないか、とりあえず行く、まだ、あいつ登ったっしょ、まだいるの、撮ってますね。キャメラだ。はい。ダンス撮ります。あ、ちょっと。ダンス。はい。ごめんなさい。まあ、カメラマンですか？あ、そうです。明るくしてください。まあ、マジ。明るくして。撮ってますね。はい。ごめんなさい。本当に撮ってください。これはどうですかね？距離遠いじゃないですか、正直。はい。ちょっと。映ってますね。狙いました。あ、そうです。スカート狙いました。足は狙ったのは確かです。足狙った。まあ、聞いたら、ちょっと距離遠かったんですけど、バッチリ盗撮アングルで撮って、彼に。本当にすみません。で、僕が見たのは、お父さん、今日何回目ですか、正直。正直、ここで、なんか、ここでだと何回ですか、2か3です。ですよね。あそこのエスカレーターでもやりましたよ、ね。はい。登りながら。僕見てたんで。今から警察連れてくんで、その時間とかは大丈夫です。学校近くにあるんですか？一回学校に行く。あ、学校に行く。ああ。親御さんでもいいっすよ、別に。多分。でもここからは結構。あ、電話と。なんか禁止で使っちゃいけないって言えます。なので、一回学校に行くんです。それは別に、はい、はい、でも、全然、あの、自分から言うあれじゃないですか、はい、あ、じゃあちょっと、こっちに別にそれをお話しいただいてもこうってことですか、はい、はい、まあ、正直、悪いことはしたのは、まあ、間違いなく悪いことはしたって分かってるんですけど、はい、本当に、自分の口から言うのじゃ本当にありえないくらいのおこがましい話なんですけど、はい、まあ、本当彼女次第なんですけど、はい、まあ、時短とかでもし可能だったら、そう、まあ、彼女、まあ、多分もう話したくはないと思うんですけど、あ、まあ、そういった形でもできるんであれば、自分の目的があったり、いろいろ、まあ、本当に自分が言える立場なんですけど、まあ、そういった行為にもしできるのであれば、まあ、それは、ね、弁護士だったり、女性に、はい、まずは、警察通した方が、はい、まあ、いいんじゃないかなと思います。はい、私、まあ、映ってるか分かんないですよね、正直。いや、ただ、まあ、自分まだ確認してないんで。ただ、他のやつは映ってるやつあるでしょ。はい。それは僕も分かってたんです、さっきのエスカレーター。とりあえず、交番とか来れます？で、おまじさんから学校に電話してもらえますか？下に交番あるんで、下行きましょうか。お願いします。時間の説明とかだけしてですね。あ、言ったっす。まあ、もう、お父さんも正直に言ってる人だと思うんで、はい、正直に言った方がいいですね。はい、まあ、多分お父さんだけじゃないと思うんですけど、こういうことやってるのって。よくないことなんで。多いっすか？やってる人。やってる人多いっすか？正直、同業ならわかるんですか？あ、でもこの前、見たことない。この駅で、はい、何かしらで誰かに抑えられるのがあったので、はい、あ、そうなんですか。どの辺ですか。それもあのエスカレーターあたりで、あそこにエスカレーター登ったあたりですか。逃げんなよ。危ないんで落ち着いて。見てみろって。見てみたでしょ。逃げるな。落ち着いて、落ち着いて。これ取るのやめてください。取るよ、それは証拠だから。逃げるな。逃げてんだから。逃げるな。逃げるな。盗撮です。携帯呼んでください。携帯から消えた。あ、本当。
それも見てやめようと思わなかったですか？それも盗撮だなって思ったんでしょ？それは実際どういったことがあったかもしれないんですけど、うん、もうそれをコメントしてた、うんうん、そうね。そうですね、被害者も被疑者も目撃したの僕らなんですけど、僕らもちゃんといます。はいはい、駅前交番ですね。はいはい、ちゃんと認めて、はいはいはい、このお二人に捕まえさせていただいて、今ここに来てるっていう。なるほどですね。わかりました。じゃあ話聞きますんで、中に入ってください。どういう感じでやってたのか覚えてますか？左手に、なんか布巻いて、スマホに、レンズだけ出して、持ってて、ハンカチかなんか巻いてました。ハンカチです。左手で持って、歩きながらこうやって、距離遠かったですけど、まあ、向けながら。向けながら。映る角度です。まあ、わかんないね。それ映ってるかわかんないですけど、その、スカートの中がっていうのは。その前にも一回目撃してて、その時は被害女性いないんですけど、別の子なんですけど、その時は、あの東急からの乗り換えのエスカレーター、長いとこ、タリーズコーヒーの前の、歩きながら、前の女性も、近所の女性も歩いてたんですけど、その人に右手でスマホ持って、同じような感じで、向けてました。なかったですね。お疲れ様でした。じゃあ、ちょっと撮りますよ。コメント欄で、はい、あ、必要に撮るって場所を僕、テロップ入れた時に、必要以上に変えたんですけど。あ、漢字が違うってことね。日本語が違うってこと。意味間違ってます。お願いしますよ。この前の YouTube のタイトルも映ってました。何のやつ？もうやめてくれよ。辞任の方でやめる。ダメの方だった。すいませんでした。気をつけてください。はい。